とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はぬらり師匠の特訓行ってみよう。おい、待っていたぞ。ここの Y サークルでは攻撃の妙の修行を行う。攻撃の妙、はい、説明してください。うん、調査開始しましょう。うん、攻撃の妙ではその名の通り、敵への攻撃のコツを学んでもらう。ただ闇雲に攻撃するだけではスーパー Y 戦士にはなれん。はあ、はあ、弱点を把握してどの攻撃をすれば的確かを考える、うん、あ、陣兵がね、うん、分かった、はい。え、どういうことだ。的確に攻撃する、うん、まあまあまあいいや、とりあえず行くしかないね。え、実は想定外の敵が現れて、ある人物の心が暴走し怨霊になった。お前たちの中にも関わりが深い者もいる。え、何何何、誰だろう。行きます。はい、行きましょう。え、見たことあるやつかな。え、誰だろう。宮沢さん。まあ、敵は全然大したことはない、全く大したことない敵ではあるんだけども、なんだろうね、ボスが気になるな。何が待ってる。でもね、ノーマルのこの敵のレベルも400に近づいてきたね。そろそろ500の敵が出てくるんじゃない。なんだ、え、あ、コマくんのお母さんねはい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 、行きましょう。いや、そう、大したことない、大したことないけど、まあこいつも新しいボスとしてクエストで戦えるようになるんだろうね。いやー、マルチやるのが楽しみだわ。でもノーマルではちょっと俺の相手にはならないでしょう。召喚メダル手に入れたね。楽勝楽勝。おしゃ、クリアしたぜ。かなりハードだったが、おかげで力が増した気がするな。このくらいならもっときつくてもいけんじゃね。ほう、期待通りの成果だな。動きにもさらに磨きがかかったようだ。よし、今行った修行をよく覚えておけ。小さな力で大きな相手と戦うには無駄な動きをなくし、一点に集中する必要がある。そして一撃必殺で敵の弱点を突くのだ。力でねじ伏せるばかりが戦いじゃない。弱点を突けばそれだけ有利に立ち回れる。これは N 星人との戦いにおいても重要だ。お、おお、来た。アースウォーカーノア、変身できるようになった。なんか出てきた。お前が修行を乗り越えたことで妖怪ヒーローの力が底上げされたんだ。それにウォッチが反応し、新たなメダルを生み出したというわけだ。陣平よ、試してみろ。はい、師匠。変身。結局南極アースウォーカー、ものすげえパワーを感じる。さすがだぜ兄貴。アースウォーカーノア。ノアとは。その神秘的な響き、やはり語源はあのノアの箱舟から。違う、
お前たちは私の同門。ノアとはその証である。ヌラリヒョン、オフィシャルオーサライズ、つまりヌラリ印のことだ。ダサくね。バカな。ま、強くなりゃ何でもいいさ。ん？どうした？いや、何でもない。俺の中に別の何かが存在しているような気がしたが、気のせいか。ジンペイがアースウォーカーノアに変身できるようになった。え、なに、中に存在しているような、なんだ、ジバニャン、ジバニャンか、わかんない。でもすごい気になる。まあまあクリアだね。なんだったんだ。はい、ということで今日はヌラリ師匠の修行をしたところ、アースウォーカーノアに変身できるようになりました。まあ必殺技メダルがまた一から集め直しだね。一つしか持ってないけども、おそらくまた二つ三つあるんだろうな。早くちょっと入手して本格的に使っていきたいです。頑張りますね。ではまたね、ストーリー進めていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。